感じだと思うんですけど、それを見たときはやっぱり人生の扉が開けていくような気がしましたよね。で、真ん中に、まあ、髪の毛のない、なんか偉そうな人が座ってるんですね。で、もうやたらこう、やってきたわけでもあるんですね。上場するの幹部がずらっと座ってて、その方が一番偉そうで、全然誰だか分かんないんですよ。で、この人は、まあ、いいよか、まあ、で、そこで、まず、何言ってるかっていうのを、なんか、なんか、無駄で偉そうな顔をしたのかなと思って、君は、わざわざ年齢制限を超えて、一緒に入ろうとしてるときに、で、そこまでを知りたいっていうのは、何意味みたいな感じですよ。で、僕は、それも今と同じですけど、いや、あれもありに、何でも言おうと思ったから、で、共同通信って、外人部以外にある原因が、あれと思ったんで、僕は正直、外信部しかないのかと思ってましたが、共同通信、世界に共同ですからって言って、でも、社会部があるんだったら、社会部に対して、政治なんて全然念頭なかった。そしたらですよ、その真ん中の、そのメガネの偉そうな人が、顔を変えたんですよ。どうしてかっていうと、これは、社会部の中では、大スターの、原さんっていう、今はちょっと忘れられてるなんかもしれないけど、当時のメディアの世界に共同通信が来たわけじゃない。原さんってデスク日誌っていう本を匿名で書くんじゃなくて、もう鳴り響いた、日本を代表する社会部社の一人だった。当時は編集局長でした。だから、やつは手なされたんだ。大体共同通信受けるやつって、原さんのこと知らないように聞いてる感じになってくるんですが、それは社会部あるんだったら社会部行きたいって言ったから、もう、カチーンとこう話したわけです。そして、僕は、なんだこの偉そうな言い方だと思ってた。パラ編集局長から何て言われたら、あんな地味さを口出してくったわ。社会部があるとしたらってどういうことなんですか、と。ね。じゃあその上で、なんで社会部行きたいんだよ。もう検討しないんです。僕もですね、もうなんだこの野郎と思ってるかな。僕もこう、体を伸び出していて、もう面接官僚っていうのは、原編集局長と一学生の、もう二十歳やってる。今から考えると本当に恥ずかしいことなんですけど。で、僕はその時に言ったのは、作文と同じでね、会ったことを言おうと思いましたから、実際に、この当時、テレビみたいに出てたんですけど、今朝はなんでこうなったんだろうと。それこそ、いろんな社会的な背景があって、家庭内のことかもしれないし、仕事のことかもしれないし、だから、例えば過労で病気になったかもし